はい、どうも、早速なんですけれどもですね、ロードバイクを買いました。クロスバイクのジャイアントエスケープ R3、 これに乗ってたんですけれども、ロードバイクが欲しくなってしまいました。今回僕が購入したのはですね、ウィリエールというメーカーの GTR。 このね、名前がズキュンでして、名前ですよね、 GTR っていうグランツーリズモっていう名前に惹かれてしまいまして、これを購入をしてしまいました。あのね、有名なこの漫画の弱虫ペダルというところの四季葉くん、今インターハイでね、最後御堂筋、赤い豆粒、四季葉くんとこの3人並んだラストのこのね、ミセドンといったこのね、あの四季葉くんが乗っているウィリエール、これをね、購入してしまいました。余談なんですけれども、弱虫ペダルですよね、これのキャラクターが乗ってるシャス、いろいろあるんですけど、このね、キャラクター、自分の好きなキャラクターで、自分の乗るロードバイク、これを決めるのも悪くないなぁなんていうふうに僕は思ったりしております。コンポーネントなんですけれども、だいたいロードバイクを初めてこう乗る人は105と言われるコンポーネント、あとはティアグラ、この2つがね、最初の選択肢出てくると思うんですね。下からですね、クラリス、ソラ、ティアグラ、105、アルテグラで、このもうこの辺のね、上のこう見えないところにデュアエースと、大体はね、これ105、これがね、ロードの一発目に良いらしいんですけど、僕が購入したビディエールは105ではなかったですね。アルテグラが載っております。これもね、大きな選択肢の一つでした。購入の原動力の一つがこのアルテグラが載っている、これは大きかったですね。クロスバイクに乗り始めたばっかりだったんですけれども、専門店に行ったんですね。専門店のおじさんの話をね、出て、でそこにもバイク、そのね、自転車屋さんの常連さんがやってきて、急にこれ一回乗っていいよと、ウィリエール、その人が乗ってるのがね、後々分かったんですけど、ゼロ設定っていうタイプのロードバイク、ものすごい値段のハードバイクだったんですけども、めちゃくちゃ乗り心地が良くて、やっぱハンドルのこの位置ですよね、ハンドルの位置がやっぱり違うのが大きかったです。いろんな要素が絡み合った結果ですね、それでは皆さんに動画で、見てもらおうと思います。はい、それでは紹介をします。これが今回購入したウィリエールの GTR です。このね、横見てもらうとグランツーリズモですね。素材はね、フルカーボンなんで、こういう音ですね、カーボン独特のこの音ですね、ロゴが入っております。で、今回のこのコンポーネントですね、アルテグラ、さらにアルテグラですね、で後ろが11速のアルテグラになっております。ブレーキ後ろもアルテグラで、前のね、この部分パーツが変わっております。どうもこのウィリエールにはこれが合うということで、 FSA、 これホイールはですね、 R5 っていうのかな、がついております。タイヤはですね、ビットリア、ザフィーロ、
って書いてありますね。700-23C 細身ですね。ちなみに余談ですけれども、あのビンディングとかは無理でした。この GTR、 これで僕はこれからですね、再度弱った足のリハビリに励もうと思います。まだまだね、ヘタレなんでわからないこともたくさんありますし、パンクのね修理なんかも見させてもらったのを見よう見まねでこれからやっていく感じなんですけどもね、かなり楽しみです。あとね、こうロードバイク乗りたいなと思ってる皆さんに僕から一言言わせていただきますと、買った方がいいですね。買った方がいい。どうせ欲しいんだからもう買った方がいいんですよ。結局買うんでね、もう早めに買っちゃった方がいい。買ってからもうね、見る前に飛んだ後に考えようというこの方式で頑張っていきましょう。ロードバイク乗りの皆さん、よろしくお願いします。